土岐市で100年以上続く酒蔵。こちらの従業員たちが大絶賛する家電製品があります。ヨーグルトが非常に手軽に簡単にできるという機械です。実際にどのように作るのか見せてもらいました。まずは容器に少し水を入れて電子レンジで1分ほど加熱して消毒。そこへ市販のヨーグルト1個と牛乳を入れよーくかき混ぜます。そして牛乳を1パック丸々入れたら本体にセット。あとは温度を40度、時間を7時間に合わせてスタートボタンを押して待つだけ。同じように作って冷やしておいたものがこちら。容器いっぱいにヨーグルトが出来上がっていました。いただきます。酸味がちょっとあって、美味しい、美味しい、こんなのもっとクリームチーズみたいな、滑らかに、ね、時間が短いと飲むヨーグルトになりますし、今の設定時間ですと固まったヨーグルトになります。いろんなレシピが広がっていくのですごく重宝してます。市販のヨーグルト一つで1リットル分ができるというので経済的にもなりますね。このヨーグルティア S という名前の商品、実はヨーグルトを作れるだけではありません。温度や時間の設定を変えることで納豆や味噌など様々な発酵食品を誰でも簡単に作れてしまう優れものなのです。去年7月に発売されたばかりのヨーグルティア S ですが、今では注文からおよそ1ヶ月待ちの大ヒット商品に。ヨーグルトメーカーの国内シェア1位を誇っています。ヨーグルティア S を開発したのが多治見市に会社を構える谷家電機。1950年の創業で従業員数およそ40名。ヨーグルトメーカーを主力商品に家庭用や業務用のニッチな電気製品を製造販売してきました。ヨーグルティア S を大ヒットに導いたのが谷家電機の社長谷口幸子さんです。谷口さんの父が創業した会社を2004年に継ぎました。谷口さんがヨーグルトを誰でも簡単に作れる仕組みを教えてくれました。そうですね、ヨーグルトが発酵する温度は40度、市販のものを種にしますと40度ぐらいですので、ヒーターが巻いてあります。これがで、ここに温度センサーの基板がありまして、この中のこの突起ですね、この突起で中の温度を拾います。プラスマイナス3度の範囲で温度制御しますので。一般的なヨーグルトメーカーは温度が上がるのが遅く安定しないのに対して、ヨーグルティア S はより早く設定した温度まで上がり保ち続けるのです。社内の展示室にヨーグルトメーカーの原点となった製品があります。父が日本で初めて作りました電気でお酒の保管をする缶ペットです。中途半端な温度を保つ機械です。日本初のヨーグルトメーカーは創業者の文雄さんが培った中途半端な温度を保つ技術を生かして生み出されたのです。1971年のことでした。そこから現在の大ヒットまでにはどんなストーリーがあったのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。1971年といいますと、ブルガリアヨーグルトもまだ売られていないような頃で、
ヨーグルトメーカーというもの自体が世の中の人は知りませんので、年間数個しか売れない時代もありました。十数年前にカスピ海ヨーグルトが日本に持ち込まれまして、家庭でヨーグルトを作るというブームが起きました。カスピ海ヨーグルトは発酵温度が30度くらいですので、試しに温度設定を30度にしたものを作ってみようと、カスピメーカーという商品を作ることにしました。予約注文が1000件以上入りました。で、年間数個しか売れてないのに1000個注文が来て、うちとしてはびっくりしました。大きくやるよりニッチを攻めようというよりも、ニッチでやっていくよりしょうがないですから、零細企業はそういうところで自分の会社の商品がどこにもないくらいレベルアップする、真似できないぐらい特化して考えられるのは零細企業ならではじゃないでしょうかね。しかしブームに乗るだけでは国内シェア1位の商品には育て上げられません。谷口さんが見ていたのはユーザーから寄せられたアンケートや手紙。これは社長自ら？あ、もちろん全部見て、製造業妙利に尽きると思います。こういうお手紙をいただくのは。で、まあ、中にはね、いろんなご意見もいただきますので、そういうものは次の商品の時に改良する元にするとか。例えば以前のモデルはコードが外に出ていましたが、ヨーグルティア S は底の部分に収納できるように、容器を消毒するときに小さなレンチだと入らなかったのをデザインを変えて入るようにしました。こうしたユーザーへの細かい対応が大ヒットにつながったのです。すごく手早く小回りが効くこと、それでお客様の声もどんどん取り入れていきやすいっていうところが一番 の特徴というか、それがメリットだと思ってます。そんなに大きい規模ではなくて、良い商品を作る会社ここにありというふうになれたら嬉しいなと思ってます。大手の家電メーカーは昨今厳しい国際間競争の中、合併や買収の荒波にさらされており、改革が急務となっています。安価で高品質な海外製品が台頭したことや、大型の設備投資を伴う高価で高機能な商品の開発に注力しすぎたためです。ご覧いただいた谷口社長は一点に優れていることに集中して磨きをかけ続けました。そして自社商品を知る人ぞ知る大ヒット商品に育て上げました。柔軟な発想と忍耐強さで市場のニーズに適応し、ユーザーの声を大切にニッチな分野に特化してとことんやり続けてきたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。